ただいてひねる。回してひねる。うん、回してひねる。感じになります。刺したまま。そうですね。刺して、あ、これを回す。そう、これでロックがかかるようになってるんだ。これ、これがかかるようになる。ガチャン。鍵、鍵を閉めるみたいな。ここね、うん、ここ。はい。で、ここに太いところと細いところありますよね。そこ合わせる。それを合わせた。太いところと細いところ。これを合わせます。ナイフみたい。でひねる。でこれでロックで引く。ああ、はい。でオッケー。でオッケー。はい。はい。でこっからがちょっと違うところなんですけど、はい、FF ヒーターっていうのが今入ってます。はい、で燃料給油の時にオートストップでガチャッと止まりますよね。はい、でそこでちょっと燃料がこう動いてて、はい、でしばらくしてもう一回オートストップでガチャッと。まあはい、そこでやめといていただきたいんで、はいはい、FF ヒーターがこうついてて燃料がこういってるんですけど、はい、ここがあんまり満タンすぎると異常な圧がかかって FF ヒーターに燃料が行き過ぎてしまうことがあるんです。ちょっとだけご自身で入れるセルフだったら別に大丈夫なんですけど、うんうんうん、スタンドの方って結構いっぱい入れたがるんですよ、うんうんうん、だから、まあ、スタンドで、スタンドのスタッフの方が入れるときはギリギリ満タンにはしないでください。半分ぐらい、うん、半分はちょっと少ない。オートストップでかかるぐらいだけ、うん、まあ、キューブぐらいかな、うん、セルフドア、満タンにしてもガチャって止まるからもうすごいやめればいい話です、ね、そうですね、うん、ガチャーって入れて止まって、うん、ちょっと待ってまたガチャーってしてピッて止まったら OK。 そうです、うん、OK です。それでお願いします。で入れすぎるとなんかなんとかヒーターに、うん、ヒーターに燃料が行き過ぎて、なんか圧がかかって暖かくなってきて圧がかかると、うん、燃料が行き過ぎちゃうんですね。で故障の原因になりますね、はい、あとこちらですね、先ほどの FF ヒーターの排気です、うん、はい、でこれは非常に熱くなります、はいはい、ですからこれは絶対作動中は触らない、はい、それと、落ち葉が積もっているところに、はい、これを上に乗り上げて、ここに落ち葉がこう溜まった状態で熱くなると発火する恐れがあります、それも大変危険なので、はい、くれぐれも気をつけて、はい、作動させる前はここに何もない状態を確認してから作動させる、うん、はい、わかった。なんか下に草とか、うん、つまりなんかこういうなんか草みたいなあったら燃えるから気をつけて、うんうん、そうそう、うん、触れてなければね燃えないんだけど、うん、触れてると燃えちゃう可能性がある、ね、うん、わかりました。ここの草とかが、そう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 。で触っちゃダメだよ。熱いって。ね、熱いから、ね、火傷しちゃうから。ね、気をつけようね。ヒーターより熱いのかな。熱い熱い、火傷する、ジュってなる。ヒーターまではないと思う。それは火傷がする。うん。あとこちらですね。はい、あ、それ僕知ってるよ。なんか下に物とか置くやつやろ。僕知ってる。こちらですね、はい、一応防水にはなってます、うんうん、で例えば生ゴミとか、はい、匂いの出るもの、室内に置きたくないものをここに入れていらっしゃる方が多いです、はい、ただ完全防水ではないので、パソコンとか、はい、濡れたら困るものは入れないようにしておいてください。タブレットとかスマホとか、うん、そうそう、ゲームとかそういうの入れる。そうだね、今の子たちは慣れてるもんね。そんなのばっかりです。で、ここもなんか入れるやつ。そう、当たり。ここゆうちゃんのベッドの下。レンタカーで借りたとか。うん。あ、そうですか。なんか押しながら。そうです、押しながらやってください。ここのパッキンの密閉を良くするためにギリギリのところまでやってます。で、押しながら開閉してあげるとここの鍵の負担とかも必要なので、でもこっちから入れる、これタイヤ家の倉庫に入れてた方がいいよね。タイヤ、スペアタイヤ？ではないんですね。何これ？標準で付いてるタイヤで、あ、今アルミホイルの、うん、ミシュランの味ですっていうタイヤが付いてます、はいはい、それが標準装備になってるので、うん、で前についてたタイヤを入れてる。あ、そうですね。これな、このタイヤに何かあったらこっちのタイヤつけれるの？つけれます。あ、ただ変えるときは全部変えた方がバランスが良くなるので、はいはいはい、例えばなんですけど、うん、スタッドレスをこれに履かしておいて、うん、できるときはこれを履かす。ああ、そんなこともあります。
おそらく自身でこうタイヤを交換したりすることはないと思うんですけど、はい、ここに、タイヤを交換する棒をここに差し込む穴があります。で、スペアタイヤはついてますので。あはい、いいですか。で、ジャックとか呼んだときに、まあ、ジャックの人とか知ってると思うんですけど、スペアタイヤの位置だけ覚えてパンクしたときに。そこの黒ポッチのところからクルクルするとタイヤが出てくるの？そうです。うん。なんか動画で見たことある。あ、見たことあるんですか、うん、こんなとこまでやってるの。私めっちゃ調べとるん。そうなんです。そうだよ、めっちゃ相当楽しみにしとったね今日。これもなんか入れるとこだ、うん、これをね、全部開けてそこでかける。かける。あそこは、あそこも出してね、出してね、これで車を上げる上に、うんうん、でここに工具が入ってる。あ、分かった。なんか車上にあるビーンって見たことある？なんか見たことある気がする。でもない気がする。どっちや。一応ここにジャッキと工具が入ってますので、はい、ジャッキで、今開けたのは全部202っていう番組で、ここからが236っていうキーなんです。で、ここがフェンス、エンジンみたいな、そこもかけるとこだ、うん、これがね、見る バッテリー、うん、これでエンジンをかける。ブーン。これ壊したらなんか厄介なことになる。そうよ。厄介なこと、厄介なこと。手で触ってもビリッとくる。やば。お会社は以上です。はい、はい、で、あとちょっとここは重要なんですけど、今アジリスの、はい、タイヤがついてます。キャンパー専用ですね、はい、で、このところミシュランアジリスキャンピングっていう、はい、でタイヤの空気圧が 4.75 と 5.5 になってます、はい、で1ヶ月経つと 0.5 から 0.7 ぐらい減るんですね、はい、で大体空気圧入れるのがまあご使用するのが大体1ヶ月に1回とかの方が多いんですね、うん、でそういった方のためにこの数値よりも 0.5 アップの状態で入れていただきたい、はい、空気圧5.25 と6ですね、うん、前輪が 5.25 で リアが5、はい、うん、で入れてください。いや、後で見たらいい。ねえ、ママ、ママ、これも入っとる？入っとる。もう一回、前輪が？前輪が 5.25 です。はい。うん、で、リアが5、6。5.25 と6。0.5 ずつアップです、ね。あ、はい、わかりました、うん。ちょっと上の数値はもう全然違うものなので。うん、はい。はい。OK です。はい。じゃあ、5.5 と6って書いてくれておくといいのにね。そうなんですよね。基準タイヤ圧っていうのがあるんで。めんどくせえやつと思われてる。いやいや、思ってます。言う通りやなと思うけど。こいつめんどくせえな。見た見た、さっき見たよ。ラジエーターって言って、車のエンジンを冷やす液が。なんか、うん、いっぱい熱くなったりした時？そうそう。エンジンって回転してると熱くなるんですよね。それを冷やさんといけんけん、その液が入ってる。みたいな？あたり、うん。もうほぼみたいな。で、あと外部充電差し方。はい。はい、まず、はい、金だったらいいんだけどね。本当だね。もらって帰ろ。え、もらっていいの？ダメだよ。まずこちら側を刺していただきます。で、なんか充電する。うん。
で、ここを入れていただいて、私たちがちょっと傷つきたくないので、こういう風にかけるようにしてます。うん、で、その状態で、こちら側をかけてこうせずに、うん、これを刺したまま、こっち側を刺すとすると、はい、ここのところですね、こう、まあ、雨とか濡れてて、はい、こうピリッと来たらちょっと危ないので、うん、先にこっちからよ、こっちから刺して、うん、あっちを刺す、はい、うん、であと雨の日でもここにパッキンがついてますんで、はい、きっちりはめた状態だったら中に水が侵入することがないので、はい、この辺は安心して使ってください。たまになんか先にこっちがしないとピリってくる、うん、そうイエーイその通り、うん、そうですね、ああ、はい、はい、そこでこう軽くロックするで状態だと強風だとバンっていっちゃう可能性があるんで、はい、一応もしあまりひどいようだったらここで、ここでもう一回ロックする。そうです。ここでです。これだったら外れない。写真撮っちゃった。ここのなんかあるやつをここにやる。さっさ。うん、そしたら風が吹いても大丈夫。イエーイ。そう。あとこちらの方がここになってますね。はい。こういうふうに外れるようになってゴミ箱、うん、ゴミ箱簡単に取り外すことができますんで、うん、邪魔だったら外してください、ね、今思ったんだけど、ここ重要なので、一通り説明させていただきますね。これが今、状態になってます。 100% ですね。で、ちょっと外抜きます。ねえねえ、ママ、ママ座っていい？いいよ。ちいちゃんたちも疲れたらって。うん、チャージを切る。あ、ヤッホー。チャージが切れました。はい。今の状態が 100% になってまして、サブバッテリーが3個ついてるので 300 アンペア使えますよっていうことです。で、次が、今照明とか電気つけてね、マイナス 3.2 アンペア使ってますよということになってます。で、あとこれが、サブバッテリーの電圧 13.3 で、あともう一個がメインバッテリーの電圧っていう形になってます。で、これは秋の表示になってますので、はい、で、ここの表示スイッチですね、これを押して長押ししてしまうと、設定している表記が変わってしまうんですね。ですから基本この表は使わないようにして、押さないようにしてください、はい、でこのスイッチだけで十分全部役割を果たしますの で、はい、で暗くなっていってもこれを押すと明るくなったりすることがあるので、それは、ここだけで作動すると設定が変わったりするんですね。そうですね。で、この数値が変わって残り の、 さあのバッテリーの残量とかの数値が合わなくて計算できなくなってしまうんですよね、はい、で、あともう一点ですね、サブバッテリーが、やっぱ消耗していきます。で、このボトルニックっていう機械は出てきた電気と、入ってきた電気と出ていく電気の数値を測ってるだけなんですね。で、サブバッテリーの、消耗までは測れない。で、それを測るために、合わせるためにこの下のボタンを長押ししていただきます。で、オフモードっていうことにすると過充電防止機能がオフになります。で、この状態で全ての電気を落とした状態で、さっきお話したあの外部充電器をつなげていただくと、サブバッテリー、うん、そう、サブバッテリーの電気とこのボトルニックの数値が合うようになってます。これを 3,4 ヶ月に1回やっていただくと残量と使える量が合致するようになってくるので、それをやっていただきたいんです。それしないとこうギャップが出てくるってことですか？そうです、そうです。こっちが 50% 残ってるのにもう電気が全て使えなくなったとか、そういうギャップを埋めるためにこれをしていただきたい。下向きのやつを長押しして、そうですね、うんうん、で、この状態でオフにした状態で外部充電させて、ここのパーセンテージが 98% 以下になった時に自動的にオンに切り替わります。で、その状態になった時に合致した状態になりますので、それをちょっと覚えておいていただきたいですね。
難しい。今ちょっと言葉で説明すると難しいんですけど、うん、簡単に言うとこれを消して外部充電をオフにして外部充電を差し込んでください、うん、そこだけです。メインスイッチを消して、はい、その矢印したボタンを長押しして、長押ししてあれをつけるオフにして外につける、それだけです、うん、それを 3,4 ヶ月に1回、1回、うん、やることはシンプルなんですけど、あのお家におるときは、うん、結構外部はずっとつけとった方がいいんですか？はい、外部充電はつけとっていただきたい、うん、で、サブバッテリー今ついてるものは 100% の状態が長ければ長いほど長持ちします、うん、だからその外部充電つないどけば、うん、バッテリーが 100% で常になるので、うん、その状態の方がベストです、うん、へー、いいですね。これが FF ヒーターになります。で、作動までちょっと時間かかるので、これスイッチ入れときますね。ちょっとママ、靴下踏んでるよ。言い方が優しいな。で、こちらの方が、室内灯と流し、これが水道ポンプ、ルーフベントになります。ルーフベントって何？上ですね。ああ、うん、はいはいはい。で、ここのところ、これを押していただくと回転します。うん、まあでもそんなに痛くなかった。痛くなかった。よかった。こっちは逆回転です、ね。はい。っていうか痛くなかった。痛くなかった。丸かった。これほら上閉めてても回してていいの？うん、はい、回しててもいいです。うん、こういう風にすると室内の空気を循環することができます。うん、あとこちらですね、引いていただいて。うん。あ、それでよし。で、上まで開けていただいて、これでロックですね。はい。はい、なるほど。あ、涼しい。あ、涼しい。なんか温度とか調整するときそこ？そう。左に回すと弱くなる？あ、ごめん、それは違うんだな。え、どういうこと？あ、分かった。なんかそこで強くなるの？閉じて。はい。してください。で、あとここですね。これがスピードです。はい。ここもオートをしてもらうと、うん、一定の温度になったら作動するようになる。え、最高じゃん。で、今だいたい25度から6度の設定になってます。で、これでマイナスをしていくと、どん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 その設定温度を下げていただきます。で、0.5 度ずつぐらい下がっていきます。首が痛い。コンセント見えてた。今のこの状態が、作動する温度に達したのに作動する。で、温度が、下がっていったら、また自動的に止まるということです。で、この温度設定を、解除するには、一回オフにしてもらって、で、もう一回オートを押していただくと、先ほどの25度か26度に戻りますので、ここで設定できます。はい。はい、オートしてた方がいいね。そうですね。ただ、場所について、キャンプ場の場所について開けてもらってからになるかな。ああ、ね。うん。で、オートをしておけば。うん。そしたらさ、なんか、車の中、夏とか止めてて暑いなっていう時とかは、勝手に動いて涼しくなっとる？車の中。止めてどっかお出かけしとって戻ってきたら、動いてる？ですね、まず、うん、ここメインスイッチを入れておかないとダメです。メインスイッチ入れておかないとって冷蔵庫も動かないでしょ、うん、だったらあとここのスイッチを入れておけばできます。できる、うん、だから車の中暑くならない、帰ってきたら。それはどうかな、そこまでなんか、まあでも普通、うん、車入ってうわってなるじゃない、うん、そこまではない、ない、うんうん、これしとくと？しとくと、うん、あ、そんだ、うん、最高ですね、最高。ここ開けとかないといけないですよ。ああ、了解。循環したって温度は下がる。うんうんうん。うん、了解。出てきます。はい。はい。ね、ここああ、出てる。すごい。
うん、まだ後でいい、後でいい。で、ここで温度調整します。で、メーキ、温度のメーキがないので、あのご自身たちのこう一番いい温度を、あの、うん、体感してみてください。それ、ほら、その、1ヶ月に1回20分回すときはどの温度でもいいの？それはもう、あの、全開にしとってもらったらいいですよ。ああ、うん。しーちゃん。夏つら、すぐ動かんね。じゃね。夏しとかないと、うん、全開にしとかないと、作動しないことになるので、わかりました。うん。ああ、ね。センサーが入ってる、ね。あ、了解了解、うん。あ、なるほどね。うん。しといて20分間。20分間、OK。なんでダメかっていうと、あの FF ヒーターから燃料、あのガソリンタンクの燃料がこう通ってくるので、その燃料があの1ヶ月間使わないと気化して、うん、カラカラなの？結晶化しているとカラカラになったり、燃料が悪くなっちゃう、うんうん。その悪い燃料が FF ヒーターに入ってしまうと、うん、故障の原因になる。あ、分かった、了解です、うん。で、常に新しい燃料というか、綺麗な燃料がこっちに行くようにしてるんですね。うん、で、20分間すると、中の循環ができるので、うんうん、いつも常に常に燃料が FF ヒーターで入るんです。分かった。冬のために頑張る。うん、なんとなく分かった。で、すすが溜まって動かなくなってしまうと。誰がつく？ん？いや、あれは車が。あれは車の。あの、3万とか4万とか分解してた。ああ、もうやだやだやだ。3万。それをちょっと気をつけて。3万。はい、4万円？うん、4万円ぐらいかかる。もう真っ黒になっちゃうから、ゆうちゃんのお小遣いからお年玉全部払ってもらおうな。ごめんね。ありがとう。やだ、うん、ゲーム会員。ゲーム会員となるね。あ、っていうことは僕はずっと寝とけばいい。寝とって、上に折ってとりあえず。ね、あとこちらですね、はい、ゆうちゃんほら、あ、危ない、もうちょっと上上がっとって。ここが冷蔵庫ですね。はい、パパ嬉しいね、冷蔵庫。飲み物入ってる？入ってない。あります。あ、はい。で、はい、オフにする場合はちょっと硬いので、はい、グッと、はい。これちょっと試しとってほしいです。結構オフにできないっていうお客さん多くて、うん、オフ、うん、ちょっと硬いですよ。うん。盛りって。そこも終わりと思ってしまうもんね。盛り、うん、電気消えてオフ。そこまで回るっていうのを覚えておいて。オッケーです。で、こちらの方なんですけど、冷蔵庫使用した後、中に氷のところとか、はい、霜がたまります、うんうんうん、で、こちらの方を開閉してもらって霜を必ず取ると、うんうん、濡れたところは拭き取っていただく、はい、使用後はそれをしていただかないと、うん、カビ等が原因になるので、うん、あとこちらがですね、インバーターになります、はい、で、これを押していただくと、はい、うん、ここのオレンジが点灯して100ボルトが使えるようになります、はい、ここさんとあっちも使わん。そうです、そうです、ね、はい、うん、で、これを入れたままにしてても、うん、電気の消耗が出ます。あ、じゃあちゃんと消さないといけない、うん、使わないときは消していただく、うん、で消すときは長押しですね、はい、はい、これで消えます。はい、はい、どうしよう、めっちゃ楽しみですね。あとですね、電子レンジと、はい、エアコンの同時使用はちょっと、あ、はい、うん、やめる、うん、だから100ワットぐらい、使うんですね。あ、100アンペアぐらい、うん、で、こちらが初期で160使うので、うん、ちょっとオーバーしてしまう可能性があります、はい、だから電子レンジを使うときはエアコンの方の使用は、うん、はい、はい、これ長いですね。うん、夏場は外したまま走行するの？はい、そうです、はい、で、激しい雨とかが降ったらつけてもらう感じですかね、うん、あ、でも冷蔵庫の冷えの状態が開けた方が良くなる、うん、じゃあ、 あのお家に泊めて、うん、外部充電させてるときは閉めてた方がいい？あ、閉めてていいです。閉めてていい。お外を走る時の夏だけ。そうですね、うん、OK です。それはめて夏だったらなんか、あ、そうか、冷えが悪くなるのか。そうですね、あの家にいるときは冷蔵庫ほぼ使わないと思うので、うんうんうん、あの外出されたときに冷えが悪くなると、ちょっとね、ビールの冷えが悪くなるから大事だね。大事そこ大事、キンキンの冷えたやつで、あとこちらがタンクですね。はい、こっち側から取っちゃおう。タンク何リットル？ 20 です。20リットルタンクで、こち
ちらの方が吸水ですね。はい。先ほど言ったように、使った後は、はい、こちらの方に出してやって、乾燥。うんうん、はい。そう。これが、ちょっと懐かしい感じなんですけど、うんうん、フィルターになってます。うわ昔の。あったあった。蛇口についてたやつ。おばあちゃん家とかあったやつ。そう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 。で、これですね。奥までぐーっと差し込みすぎちゃうと、ちょっとここだけしか吸わなくなっちゃうんですね。うん、だから少し浮かした状態にしてもらって、全体から吸うようにしてください。はいはい、これパパの仕事ね。え、な、僕の仕事は？僕ママに頑張れ。横で頑張って運転してって言われて。あと風邪そうだね。あとバンクベッドで寝るみたいな。押してくれるんずっと斜めだね。これでいいか。うん。うわ、すごい。電気ついてる。あ、そうだよ。それ、給水と排水のタンクなんか違いみたいな模様とかあるの？いや、ないです。自分で何とかしなきゃだね。はい、ここに書いてる人多いです。あ、そうしようかな。間違いせいかね。僕たちが書くと汚くなるんで、ご自身。いやいや、なんとかします。はい。ありがとうございます。これもすごいですよね。こう、オフと照明と。はい。これになってますね。それは、なんかと連動してる？これはもうメインスイッチと連動です。うんうん。はい。メインスイッチと連動だったらば、うん、じゃあ、あれ？お部屋の電気ついてる時も。ちょっと待ってくださいね。うん。つきっぱなしだよ。そうですね。うん。やっぱりそこに、メインスイッチと連動なので、使わないときはオフにしとってください。うんうんうん。こうですね。うん。じゃないとね、はい、部屋つけてたらつきっぱなしやもんね。そうです、そうです。LED。LED です。うん、あ、下のは違いますね。ん？下のあの黄色い方は違います。ああ、OK です。はい、切れたら交換してもらえる、ここで。うん、これどこでいい？今僕の。いや、乗ってもいいよ。おいでおいで。あ、なんか怖いけど。いやいや、見たいんじゃないの？見ておいで。ちょっと寝てみる。はい。こういう風な状態。うん、こっちおいで。で、パパにちょっと見てもらいたいから。上、上乗った方がいいの？そうそうそう。そうそうそう。本当ですね。先ほど、電子レンジとエアコン同時使うと落ちちゃう可能性があるって言ったのが、はい、こういったところです。はい、はい、で全部1500ワットドルそれぞれ取ってるんですけど、うん、それ以上いっちゃうとこれがパチンと落ちちゃいます。で、その時にここを見てもらって下がってて、はい、普通に上げて通常通り使えれば大丈夫です。あ、で外部電源取ってても、何してても落ちちゃうことはあるので、そこだけ覚えておいてください。で、あとここにですね、急須が入ってます。で、キャンプ場とかでちょっと、うん、うちの方に会社に電話って言って、ここのヒューズちょっと見てくださいっていう話をすることがあるので、はい、ここにヒューズがあるっていうことだけ覚えておいてください。はい、この2点だけ。わ、はい、かりました、はい。とにかくこれはなんか、うん、見てくださいって言われた時、そこにあるのを覚えてる。うん、そうです。ゆうとくんにも聞こうかな。やった。冷やすんですか？はい。これで、冷やします。はい。ファンが入ってて、こちらが発熱した時に冷やす、で。これが先ほどのインバーターっていう、はい、1500ワットのインバーター。で、バッテリーはそっち側に3つついてます。はい。それを集約してて、あとこれがシーテックって言いまして、うん、走行充電器になります。うん、それで、充電の心臓部っていう。あ、ガバガバガバ。来い、来い、こっちに来い、こっちに来い。こっちにおいで。おいで。おいで。出てきたー。やったー。バイバーイ。やったね。シャー。これで以上ですね。はい。